てのニュースいってみましょう。こちら嘘をついたまま、これどなたですか。はい、私です。はい、この春、うん、高校を卒業したんですけど、友人に嘘をついたまま卒業してしまって、でその嘘っていうのが、私がこのアイドルの活動をしてることを知らなくて、テレビとかもあんまり見ない子だったので、こうお仕事のたびに早退とか、遅刻とかをすると、なんで早退するのとかすごい聞いてきたんですけど、なんか自分でアイドルしてるっていうのがちょっと恥ずかしくて、とっさにファストフード店でアルバイトしてるっていう嘘をつきました。それ心配されない？え、でも頑張ってねって言われて。そう、そうだろうな、はい、そら結局その子とは連絡先も交換してなかったので、今も多分知らないと思う。今見てくれてるかもしれないから、はい、その子に向かってさ、ちょっと伝えようか。あ、はい、うん、あの時は嘘ついてごめんなさい、アイドルやってます。もし今後高橋さんの人生を振り返るような企画があった場合は、その時の気持ちをお友達にお伺いします。